はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日はこの昆虫の森を紹介していきたいと思います。今回の昆虫の森は大カブトムシ祭りっていうシリーズで、対象年齢は6歳以上です。じゃあ早速開けていきます。の前にラインナップを紹介します。1ネプチューンオオカブト、2ヘラクレスディッキー、3ヘラクレスオオカブト黄色、4ヘラクレスオオカブト灰色、5コーカサスオオカブト、6カブトムシ、7オオクワガタの7種類です。じゃあ早速開けていきます。1番ネプチューンオオカブトから開けます。今回はなんか歴代最強のカブトムシが集まっているということでね、楽しみです。おおおお、ちょっと待って、すごい、足はこうなってます。よし、じゃあとりあえずつけていきます。よいしょ、あれ、これ足つけるのにちょっと時間かかりますね。完成、ネプチューンオオカブトというわけで、ネプチューンオオカブトが完成しました。いや、これね、思った以上にでかいです。でかい。そしてこうやって頭の角も動きます。ちゃんとね、こうやって挟む感じで、あと胸もちゃんとこうカクッと動いて、そしてこの昆虫の森の特徴的なのが羽開閉、これにて飛んでいる感じにできる。うわっ、ネプチューン、これかっこいいな。あ、ネプチューン気に入った。続いて2番ヘラクレスディッキー、ディッキーのペリット、じゃん、ヘラクレスディッキー。これもね、ちゃんと胸が動いて、頭動いて、手が、足や手が動く。3番のヘラクレスオオカブトの箱です。開けていきます。さあ、ヘラクレスオオカブト黄色完成。じゃあこれは次の灰色と一緒に紹介していきます。灰色をベリベリっとベリベリっと、あら、あ、灰色完成。ヘラクレスオオカブト灰色、これが3番ヘラクレスオオカブト黄色です。ちゃんとね、羽も黄色になってて、広げられてブー、黄色の方はちゃんと目が黒なんですけど、この灰色ね、よーく見てみてください。目のとこちょっと茶色になってます。こうやって羽が固まる前のヘラクレスオオカブトって感じ。目が茶色、ブラウンアイって珍しいね。コーカサス、アジア最強のカブトムシ、お完成、コーカサスオオカブト。ちゃんとここに角もあって、いい感じ。残り2箱日本甲虫となりました。では日本甲虫カブトムシ、おいで大型、これがカブトムシだね。ちょっとこの頭の角がほんの少し曲がっちゃってて、まあこれくらいなんだけど、いやー、目とかもちゃんと再現されてていいね。カブトムシが飛んで行った先は、オオクワガタさん、お願いします。いざ、ててててて、オーマイガー、オオクワガタ。まあ特にこれはちゃんと紹介するわけじゃないんですけど、さあ、オオクワガタの声、さあカブトムシの声、決闘だ、バキーン、ガガ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 、バーンバーンバーン、カブトムシが挟んだ、カブトムシが挟んだ、オオクワガタの羽が閉じた、ブーン、カブトムシが投げた、オオクワガタがピーッと、あー、した、負けたよわー、先、ブーン、オオクワガタ別のとこへ飛んで行ってしまった。だがカブトムシが嬉しそうに樹液を舐めているところに、外国甲虫人間が連れてきた、外国甲虫コーカサスオオカブトがやってきた、ブーンとドフン、そこは僕の場所だ、取らないでくれないか、
なんだと決闘だ。ガキンバキン。カブトムシの角はコーカサスの下に入った。カブトムシの角がコーカサスの下に入った。だがすぐに奪い合えてしまった。カブトムシの渾身の一撃バキン。コーカサスはひるんでいる。だがコーカサスはすぐに体勢を立て直し、カブトムシを横から挟み逃れなくした。投げた。キーン。バタ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 。カブトムシは暴れている。コロン。あー負けちゃった。あー負けちゃった。別のとこ探すか。こう言ってカブトムシは飛んで行ったのであった。だがコーカサスがペロ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 樹液を舐めている間にネプチューンオオカブトが飛んできた。なんだこの音は。でも僕が容赦しないけどね。ペロペロブー。そこに来たのは幻の巨人ネプチューンオオカブトだった。さあ俺にもその樹液をくれ。バキン。ネプチューンオオカブトとコーカサスオオカブトの喧嘩が始まった。コーカサスがひるまない。ネプチューンもひるまない。ガキガキガキッパー。スタッ。ネプチューンもひるまない。さあどうなる。コーカサスが飛んだ。ブーン。ギュギュン。ネプチューンに渾身の一撃をバキン食らわせた。ズドン。ネプチューンは少しひるんでいるようだ。だがネプチューンは諦めない。ブーン。飛んでいるコーカサスを狙って自分も羽を広げて飛んだ。そして空中でネプチューンオオカブトがコーカサスをつかみ地面へ降りた。コーカサスを投げた。コーカサスビューッとさ。がーネプチューン強いや。仕方ない、もう寝るかと言ってコーカサスは飛んで行って寝るところを探しに行った。だがまだ終わらない。オオクワガタがまたないかなとやってきた。ドドン。そこにはもう先の客ネプチューンオオカブトがいた。どいてくれないかい。ここは僕の席だよ。オオクワガタ何を決闘だ。だがすぐにオオクワガタは投げられたとさ。ピューン。うわー助けてくれ。ヘラクレスオオカブト白羽がネプチューンオオカブトに取りかかる。だが白い羽ではまだかなわない。ヘラクレスオオカブトはついに硬い羽になった。スタッ。それの威力はさすがにネプチューンもかなわず挟まれてしまった。キュイーン。ヘラクレスオオカブトは羽が固まった後のありったけのパワーを使いネプチューンを投げ飛ばした。うわー負けたー。こんな強いやつがいたとは。ヘラクレスディッキーがついにヘラクレスオオカブトの元へやってきた。君強いんでしょ。だったら僕とバトルしてみな。勝った方がここだ。ここを奪うんだ。チャキン。ヘラクレスディッキーの角がオオカブトの下に入った。だがヘラクレスオオカブトは必死で抵抗した。なんとか逃れた。二人は空中戦が得意だ。羽を広げた。ブブーン。ヘラクレスディッキーは得意な空中戦に持ち込んだ。ヘラクレスオオカブトも空中戦の達人だった。うわーんキーン。どうだ。ひえ、さすがにヘラクレスにはかなわないや。また会いましょうね。というか会いましょう。ブーン。ヘラクレスディッキーブルーは去ってしまった。カブトムシが戻ってきてしまった。ブーン。探すとこがない。ヘラクレスに早く打ち勝ってその餌をもらいましょうとカブトムシは言った。だがやっぱりヘラクレスにはかなわない。ちゃんと持ち上げられて飛ばしてぐるん
グルンパー助けて。カブトムシは飛ばされたのでした。ガシャブーン。ヘラクレスはあなたの元にもいるかもしれません。はい、じゃあ今回はここまで。ということで今回はだだだだだじゃん、昆虫の森大カブトムシ祭りでした。はい、というわけで今回の動画面白かったなとか、カブトムシかっこいいなと思った人はぜひグッドボタン、高評価、グッドライク押して、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録はここら辺からよろしくね。いつもの通りおすすめの動画はここら辺に出てるよ。というわけで今回は以上でございます。バイバーイ。